お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。あの、キジ君？こんにちは。今日呼ばれたのって私だけなのかな？あ、覚えててくれたんだ。どうしよう、すっごく嬉しいよ。ありがとう。いつも助けてくれる騎士くんのおかげだよ。そうだ、もし迷惑じゃなかったらだけど、新しく覚えたレシピを試食してくれないかな？ありがとう。じゃあ腕によりをかけてごちそうするね。騎士くんが喜んでくれるのが私には一番のプレゼントだから。で、なんでもない、なんでもないから。今日は この町に特定の条件を達成すると報酬がクエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。殴られたけ、そんなもんか。喧嘩に負けるなんて。お清めしてたれ。これじゃ退去です。殴られた。まだ様が。今日は特売セールの日。みんなの優しさには、なんでこんなことになっちまったんだべか。
主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。君を傷つけ、クランに入れるらしいわよ。せっかくだから入ってみたら。こちらでクランに加入で、今日は特売セールの日。私は主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。
主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。この町に泥棒が現れたの？真面目に働いている人への冒涜じゃな。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。今日は特売セールの日。みんなが受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。君を傷つける奴がいたら、よければ君のお財布、私が管理してあげようか。この町に泥棒がある。今日は特売セールの日。もちろん君も一緒に来てね。油断したら命に関わるわよ。それじゃあ、突撃！